石原実は、神奈川県鎌倉市出身の会社経営者。独立系不動産最大手のいちご株式会社の取締役執行役副社長兼仕様であり、株式会社グー公式代表取締役、会長兼社長、いちごマルシェ株式会社代表取締役、会長兼社長、いちご不動産サービス株式、会社代表取締役社長。 イチゴ投資顧問株式会社取締役等も務める。イチゴグループが CSR として取り組む運動部にて、部長、監督を務め、東京オリンピックに向けて、オリンピック候補選手全6名を指導する。青山学院大学を卒業後、幕見に入社し、大型ダム工事、大型半導体工場当然国各地の建設現場にて、公務、施考管理に従事、2007年に、 いちご株式会社入社。グループの管理業務全般を統括し、東京一部上場のためのガバナンス基盤を構築するとともに、松戸南部市場、宮古、シティ、ノルベサ等の地方商業施設やホテル案件等の再生を指揮する。2011年にいちご株式会社の副社長に就任し、グループの保有、運用物件の新築、テナントダイレクト営業。 コンバージョンや省エネ化などのエンジニアリング、地方創生案件、不動産 IT 化等、不動産事業の変革、進化への挑戦を推進している。好きな言葉は、一期一会。一期スポーツサイトにて、石原は、一期一会という禅の言葉を、有馬前奏が監修なさった、前後時点で調べると、人生は、出生から死に至るまで、 その一瞬一瞬は繰り返されることはなく、この無常の世界を油断なく精一杯の充実した生き方が人間に課せられた重要課題であるとあります。今を一生の最後、これは生涯に一度限りであると考え、できる限りを尽くしたいと思います。と語っている。ありがとうございます。